四郷八柱神社の例大祭。毎年剣馬と棒の手の奉納が行われます。400年以上の歴史を持つ豊田市の棒の手が今も脈々と受け継がれているのです。棒の手は農民の自衛のための武術がいつしか五穀豊穣を祈願するための奉納縁起に姿を変えていったと言い伝えられていますが、その起源は定かではありません。天文22年1553年、さなげ神社で剣馬と棒の手の奉納が行われた記述があり、このことから450年以上前に遡ることができます。江戸時代後期、文化5年1808年に描かれたさなげ祭りの様子。さなげ祭りには毎年豊田一円の棒の手が一堂に会し奉納していました。剣馬30頭余り、群衆数千人、当時の棒の手の奉納の活気が伝わってきます。